皆さんこんにちは、ユニティの黒川です。本日のユニティステーションでは ARM モバイルスタジオを使って最適化をしようというお話をさせていただきます。今回はこちら Galaxy A20 を使って検証していきたいと思います。こちらの Galaxy A20 ドコモから出てるモデルなんですけど、こちらは ARM 社の GPU Mali という GPU を積んでいます。で、今回ご紹介する ARM モバイルスタジオでは、マリノの GPU を積んだものがほとんど対象になってきます。もちろん、いくつかの機能はですね、こちら別のですね、Galaxy S8 という私のメイン端末なんですけど、こちらはスナップドラゴンというですね、Qualcomm 社の SOC を積んでいて、GPU はアドレノという形で、Qualcomm 社の GPU を積んでいます。ARM モバイルスタジオでこちらの GPU を計測することはできませんが、CPU は ARM 社のものを積んでいますので、CPU に関してはこれ、有用なデータを取ることができますが、今回はですね、こちら、ARM 社の GPU が積まれたものを使っていきます。この ARM モバイルスタジオには4つの、ソフトウェアが入っています。1つ目が、ストリームライン。二つ目がパフォーマンスアドバイザー。三つ目がグラフィックスアナライザー。そして最後にマリオフラインコンパイラーです。それぞれ簡単に紹介をしていきますと、ストリームラインが、こちらが CPU や GPU のカウンター情報を取得してグラフに表示するといったツールになっています。そしてパフォーマンスアドバイザーでは、ストリームラインで、キャプチャーしたデータをもとにですね、こちらをもとに簡易的なレポートを作成する、そういったツールになっています。これでザクッとこう、どの辺に問題がありそうかというのを把握するのに役に立ちます。そして、グラフィックスアナライザー。こちらは、描画に関するディープなことを知りたいときに使うツールになっています。そして、マリオフラインコンパイラー。これはですね、シェーダーをもとに、そのシェーダーが GPU で実行するとどのぐらいのサイクルがかかるのかといったことを事前に知ることができる、そういったツールになっています。最初にお話した通り、一部の機能は ARM 社の GPU が積んでなくても動くというお話をさせていただきました。その話をちょっと触れたいと思います。ストリームラインは Android、ARM 社の CPU が積まれているAndroid であれば使うことが可能です。ただし GPU に関するデータは ARM 社の GPU が積んだ、マリが積んであるスマートフォンでしか使えません。そしてパフォーマンスアドバイザーはその GPU のデータをもとに結構そのレポートを出してくれるので、結局マリを積んだスマートフォンを対象にしないと動きません。そしてグラフィックスアナライザーはもちろんマリじゃないと動きません。そして、マリオフラインコンパイラーは端末なく動くので、Android 端末持ってなくても利用ができると、そういったものになっています。今回は、こちらのボートアタックというプロジェクトを使って、ARM モバイルスタジオを見ていきたいと思います。そして、こちらですね、ビルドの設定のところで、OpenGLES、にしています。バルカンでも動くんですけど、今回は OpenGLES でいきます。そして、64bit アプリにしています。64bit なのは、グラフィックスアナライザーが 64bit アプリにしないとエラーが出たからです。そして、デベロップメントビルドで作ったアプリを対象にしていきます。デベロップメントビルドじゃないと動かないので注意してください。それではストリームラインを立ち上げてみましょう。はい、このような形で立ち上がりました。 USB でつないでいる Android 端末がこちらに出てきます。右下の画面がカメラで映している Android 端末、ちょっと USB 接続がですねあるせい で今これスキャンしてます。アプリがどんなアプリがあるかっていうので、デバッグできそうなアプリ
できなさそうなアプリ、すべて含まれてますので、めんどくさいよという方は、このデバッグできるパッケージだけオンにしてください。そして、どのアプリを実行するかを選択し、そしてコンフィグでですね、どういったデータを収集するのか、そういったところを決定できます。このような形で様々なデータを取得することができます。CPU に関するデータ、マリって書いてあるのは GPU ですね。あとは、Linux OS でもあるので、Linux としてのデータと。で、テンプレートも用意してます。テンプレートで、今回、使う端末はマリ G71 というのを積んでいますので、こちらを選択します。で、これでよしという感じで収集するデータはこれですよと。まあ、他に追加したいことがあれば、選択していくことができます。せっかくなので、いくつかちょっと追加をしてみたいと思います。今、メモリーに関するデータがないかをちょっと探しています。ありましたね。はい、Linux に関するデータ、こちらを入れていきます。はい。で、メモリー、Linux として取れるメモリーを取ってきてます。はい、これでいいですかね。はい、このような感じで、データ選択して、これで OK であれば保存をします。はい。で、ここでアドバンストセッティングスというので APK をですね、デバッグ可能な APK を登録すると、ここからですね、シンボルを取ってきて、それで何でしょう、関数の逆引きみたいなことができるようになってます。どの関数が重いか、みたいなことも実は、調べることができるようになっています。それでは早速立ち上げてみたいと思います。立ち上げると、スマートフォン側で自動的にアプリケーションが立ち上がって測定が開始されます。始まりましたね。はい、このような感じで実行しながら、GPU に関するデータをいろいろと取ることができます。ちょっと止めますね。はい。で、今、こちらは、取ってきたデータをもとにちょっと解析をしているところです。最初にお伝えした APK からシンボルを取ってきて、どの関数が重いかというのを解析したりとか、いろいろなことをやっているためです。はい。で、ここから画面変化ない、スマートフォンに画面変化ないので、最大にします。で、このような感じでマリに関するところですね、GPU に関するカウントは様々なことが見れますので、GPU のサイクルがどんなサイクルで動いてたか、ピクセルどんだけ処理したかとかですね、頂点どんだけ処理したかとかですね、カリング、例えば Z テストとかそういったものがどのぐらい動いたか、とかですね、そういったことを見ることができます。で、メモリーについてもちょっと先ほど追加したんで見ることが可能になります。で、今解析中ですね。ちょっと待ってください。はい。で、解析できまして、解析をして、これで開くことができました。このような感じで、グラフ上で見ることができます。で、さらにこのような感じでスレッド一覧を出して、スレッド、どのスレッドがどんだけ CPU を処理したかとかですね、どのコアでその実行されたかとかがグラフィカルに見られるようになっています。ここら辺はコアの1で実行した、2で実行したみたいなのがわかる。結構わかりやすい表示だとは思います。そしてクラスターマップというのもあったり、あとサンプルですね。これは関数のサンプルですね。一部、やっぱり、GL、SL の中だ、の、リブファイルの中だとちょっと見られなかったりとかそういうのもありますけど、APK の中でシンボルできたものに関してはこのような感じで見ることができます。で、今選択しているフレームのところになるので、範囲選択をしてこの辺でこんだけできますよということも可能になっています。で、これサンプルベースといって、Unity のプロファイラーと違って、時々こうスタックをバーンと取ってですね、スタックのアドレスだけ乗ってきて、それで後で、シンボル解決をするという仕組みになっているので、漏れはあります。漏れはありますけど、代わりに負荷は低く、負荷は自在にできると。そういったものをできます。で、このような感じで、
いろいろなものがグラフィカルに見えます。でコールパスですね、どういった形で関数読んでいたのか、でどこが一番重かったのか、 CPU 処理してたのかっていうのがこのような感じで見られるようになっています。今回は GFX って書いてあるんで、ここ結構ですね、重そうですねというところが、見られたりとか、関数も関数ベースでも見ることができますが、アドレスだけ分かっていて不明なものが結構多いという状況になっちゃってますね。はい。で、先ほど APK を指定して分析ができるという話だったんですけど、もし APK 最初に指定し忘れたよというところであれば、分析を、後から追加ですることができるようになっています。これで分析をしていただければ、詳しい分析ができると。そのような感じでストリームラインは CPU に関するデータいろいろ取れますよというところになっています。それではパフォーマンスアドバイザーを紹介していきたいと思います。パフォーマンスアドバイザーは先ほどのストリームラインのキャプチャーデータを利用してレポートを作成してくれる、そういったツールになっています。そしてパフォーマンスアドバイザーを立ち上げるためには、実はですね、キャプチャーデータそのまんま使うことができず、仕込みが必要です。ARM モバイルスタジオの中にあるパフォーマンスアドバイザーの LWI ヘルパーズというところにある Python スクリプトを叩いた状態でストリームラインでキャプチャーしないといけないんですね。で、この辺でいろいろと必要なのがこのデーモンと GLSL レイヤーというところなんですけど、ここ一つ罠がありまして、ARM64 という感じで64ビットアプリだとこの ARM64 で、32ビットアプリだとまた別の、SO ファイルを指定する必要があります。で、下の方のオプションですね。こちらのオプションは、パフォーマンスが落ちた時にスクリーンのキャプチャーを取るよというオプションになります。で、設定いろいろあります。で、このアウトプットディレクトリの中身は空じゃなきゃいけません。そして、ちょっと立ち上げてみましょう。まずは先にこんな感じで立ち上がります。さっきの、バッチファイルですね。立ち上げていろいろオプションつけて動かしてます。で、これ今、デバッグ可能なパッケージを探してきています。これは、スマートフォンですね。SC02M。で、あ、出てきましたね。で、どれかというので、今回1番の、パッケージをやるので、1番と押します。で1番を押すと、今回見つかった GPU は、Mali-G71 が見つかりましたよってことで、これ、後で使えます。これ覚えておきましょう。で、ストリームラインの方に戻ります。で、ストリームラインの方でも、先ほど指定したのと同じパッケージを指定して、で、コンフィグでですね、あ、ここ、リセットしちゃって大丈夫です。コンフィグのところで、先ほど覚えた Mali-G71、これが、必要になってきますね。デフォルトの、このテンプレートから、Mali-G71 を選択していただいて、これで保存をすると。この状況にしないとうまく、アドバイザーが、うまく動きません。これでキャプチャーします。で、この状態でキャプチャーをすると、ちゃんとアドバイザーにかけた時にちゃんとしたファイルを生成してくれるというものになっています。で、これは先ほどのストリームラインと同じくちょっと動かしてみますね。こんな感じで、まあ動かしつつカウンターを取ってます。ね。はい。で、このストリームラインは負荷低いので、まあほとんど実地に近い状況で、取れると思います、データは。で、もうそろそろですかね。この辺でちょっと重くなってきたな。よし。はい、重くなってきましたね。で、重くなってきたあたりでちょっと止めます。で、今止めてます。で、この解析終わるの待たなくても、閉じちゃって大丈夫ではありますけど、一応今回はちょっと少し待ってみましょうか。
よいしょと。で、先ほどのストリームラインで保存したデータ、capture23.apc というフォルダに保存されているのです。じゃあ閉じちゃいましょう。これで OK ですと。ストリームラインを落とし終わりましたら、こちらですね。エンターキーを押して終了します。で、エンターキーを押して終了すると、遅かったフレームに関するデータをキャプチャー、画面スクリーンキャプチャーしてくれてて、それがこういう感じで、出てきます。で、この PA という、コマンドラインツールがあって、これにかけると HTML だったり、そういったものを生成してくれます。で、キャプチャーファイル、まあ、フォルダですね、を指定して、そして先ほど、フレームの重かったところをスクリーンショットで撮ったので、このデータを活用するためにオプションをつけて実行します。で、この実行にはすごい時間がかかります。ちょっと早回ししますね。はい、これでできましたね。HTML が作成されました。はい、では早速この HTML を開いてみていきたいと思います。よいしょと。はい、こんな感じで、レポートを HTML 形式で出してくれてます。平均は 13.4fps 引く。で、これパッとすごいわかりやすいんですけど、CPU ではなくてフラグメント、つまり、フラグメントシェーダーがすごい重いですよ、という感じですね。で、CPU よりもどっちかっていうと GPU の問題だと。で、さらに、ここですね。どのフレームで落ちたのか。FPS が、先ほど指定したときは、10fps を切ったと瞬間ですね、キャプチャーするようにしてまして、この辺で 10fps 切った瞬間ってこういうところでしたよねっていう、このカットが変わる瞬間ですね、のところとかで結構露骨に出てるなと。で、最初の方はちょっと安定してるものの、この曲がり角に来たら急に重くなったなとか、そういったことがですね、わかるようになっています。で、この時にですね、GPU が何してたかというところがですね、わかるようになっています。で、フレームレートと比較して GPU がどんだけ重かったのかとか、シェーダーの中でもさらに何を良くしていたのかっていうですね、ロードスターデータ取ったりとか、テクスチャーが重かったとか、そういったところとかですね、あと FPS とドローコールが見られます。これ素晴らしいと思います。で、やっぱり FPS とドローコール、OpenGL-ES でやってたんですけど、やっぱりすごい性比例感ありますね。ドローコール多いとやっぱり FPS が下がると。で、さらに頂点どんだけ処理したかと FPS の対比とか、まあ、プリミティブどんだけやったかとか、どんだけのピクセル塗ったかと FPS の比較、GPU の GPU のバンドウィルスの比較とかですね、あとオーバードローですね。オーバードローと FPS、 オーバードローはあんま変わらないっすね。はい、という感じで、やっぱりドローコール大きくなると、やっぱり重くなるよな、という対比がよくわかると思います。まあ、ドローコール多くなると結局他も大きくなるっていうのは、まあ、シェーダーサイクルとかもやっぱりそれに比例して大きくなってるので、そういう事情はあるでしょうけど、まあ、それ以上にやっぱりドローコールの方がインパクトはありやすいかな、というのはすごいわかりやすく出てますね。はい、こんな感じでパフォーマンスアドバイザーという形でツールを動かすことができました。ちなみになんですけど、最初に Python のスクリプトを仕込んでいたと思います。これ仕込んでいないとどうなるかっていうとですね、これ仕込まないと、ここでキャプチャーを、データをこう解析するにあたっていきなりエラーが出てしまうと。で、最初にやった Python のスクリプトは、マリ GPU の乗っているスマートフォンじゃないとうまく動きませんので、こんな感じでマリじゃないと動かないっていうのが、そういう理由です。さらにおまけなんですけど、最初にパッケージどれかって選ぶっていう話があったと思うんですけど、実はですね、引数を指定すると、パッケージも自動的に選択されるようにすることができます。
で、こういったことを使えば自動化をいろいろとすることができると。ただし、ストリームラインをコンソールで立ち上げることは、できませんので、それはプロですというものです。そんな感じでパフォーマンスアドバイザーでした。それではグラフィックスアナライザーを立ち上げてやっていきたいと思います。グラフィックスアナライザーでは、グラフィックスに関するコアなところを見られるという話ですね。はい。で、こちらですね、画面の方にあります、オープンデバイスマネージャーというのでデバイスを設定して、で、ここで Android の、で、アプリですね、ストリームラインと同じくどのアプリを実行するのかということをここで指定していきます。で、こちらに出てくるので、この一覧の中から、選んでいただくと、今回はボート GL というやつでちょっと実行していきたいと思います。これでトレースアクティビティをすると、アプリケーションが自動的に立ち上がっていろいろと取れるというものになっています。はい。で、アプリケーションが立ち上がると、実行状況を、キャプチャーしています。で、ちょっとこれ実行中はやっぱり、重くなります、アプリが。はい。で、ちょっとこの上からの画面をちょっと撮っていきたいと思います。このカメラマークのキャプチャーボタンを押すとですね、その時、より詳細なデータですね、具体的にはフレームバッファーの状態だったりとか、そういったものを撮ることができるんで、まあ、基本的にこのキャプチャーボタンを押すという感じになってます。で、キャプチャーの横にいろいろなオプションがついていて、このオプション付きでキャプチャーすると、もう少し違うデータが撮れるというものになってます。試しにここ撮ってみましょう。この今指定したのはフレームバッファーで、デプスやステンシルバッファーをも撮ってきますというオプションになっています。で、次ですね。これ、オーバードローですね。オーバードローを知りたいときに、撮るもので、オーバードローに関する情報をこれでキャプチャーすると。で、次はシェーダーですね。シェーダーがどういうシェーダーで画面が書かれているのかというのを知りたいときに、これでキャプチャーします。最後に、これ、フラグメントシェーダーに関する詳細な情報をよこしてくれというものになっていて、これは別途キャプチャーすると、フラグメントシェーダーの部分だけちょっと詳しく撮れるというものになっています。はい、こんな感じでキャプチャーできましたね。で、いろいろと並んでるんですけど、ちょっとですね、他のデータはいらないので、キャプチャーしたデータだけ見たいということでチェック入れてやっていきます。まずは最初のキャプチャーですね、見ていきたいと思います。で、こんな感じでレンダーパスいろいろと出てきますが、フレームバッファーの状態、0なので、最後の、書き込みを見て、こんだけフレームバッファーを用意して、書いていきましたよというのがここで見られるようになっています。で、このフレームバッファー括弧11とかって書いてあるのは、この括弧11をここで書いてましたと。そういうことになっています。14がですね、いろいろと書いているので、この14ちょっと見ていきたいと思います。14がありました。これですね。一番メインにいろいろと書いているところです。で、ちょっとずつ書いていくっていうのが、グラフィカルに見られていて、スマートフォンに変化はないので、こちらちょっと最大化しますね。はい。で、この、選択すると、ここで、ちょっとずつ書いていって、どういうことが起きているかというのが分かっていくと。Unity のフレームデバッカーにちょっと近いんですけど、それ以上に詳しいデータが見られることになっています。はい。で、その時の頂点の情報ですね。あと、どういう、3D モデル書こうとしてたのかっていうのもこうやって見られることができます。はい。今回はこの、何でしょうね。板状のものというか、を書いてますね。で、さらにユニフォームでですね、どういったパラメーター
ガシエダに渡されたのかっていったところも見ることができます。で、テクスチャーもこんな感じで、読み込まれたテクスチャー一覧があるので、こういった感じで見ることができます。とで、こんな感じですね。いろいろと。で、これ、紐付けないんで、自分で判断していろいろと頑張ってやっていくしかないというのが、ちょっとこのツールの辛いところですね。どれが結局使われたんだろうなというのが、ちょっとわかりにくいですね。はい。はい。で、シェーダーも、オンリーアクティブというのをすると、この今回使われたシェーダーについてわかります。ただ、ユニティのシェーダーの名前とか一切なくって、本当に、番号だけの情報になっちゃいますね。なんで、シェーダーなんとかとかですね。一応、ダブルクリックすると生のシェーダーが見ることができますので、これを実行したのかというのはわかります。はい。で、オンリー外しますね。で、ちょっと特徴的なのは、ここを実行するまでの間に、どれだけの頂点がこの頂点シェーダーによって、動かされたのかっていうのが、見ることができます。で、さらに、サイクルどんだけかかったのか、つまりどんだけ一番重い、このシェーダー使うのに重かったかとかですね。フラグメントの方はちょっと、取れてないんですけど、これは詳細のこの際、フラグメントオンにしないと取れないというものになってます。ただ、どんだけのそのシェーダーにサイクルがあるのかとかですね、どんだけのレジスター使うかとかですね、そういった本当に低レイヤーのところも見ることができます。もちろんバーテックシェーダーの方でも見ることができます。こんな感じで、すごい細かい情報ですけど、いろいろなことが見られると。で、デプスとステンシルがないので、これは最初に言っていたオプションをつけると、これいけます。ここですね。このオプションをつけた状態だと、フレームバッファーの14をちょっと見たいかな。14を探しますね。14のところ13ですね。14を選択すると、これでデプスとステンシルの中身もちゃんと見ることができるようになってます。もちろん、デプスの方はですね、どういう感じで、デプスが更新されていったのかっていうのもちゃんとこうやって確認することができるようになっています。はい、こんな感じでですね、いろいろと見られると。で、次、オーバードローですね。オーバードローの状態を確認していきたいと思います。オーバードロー、フレームバッファー別にどんだけオーバードローがあったのかというところを見られるようになっています。今回14見ましょう。で、14で、そのカーソルを合わせていくと、ここは3回、ここは2回、ここは1回とかっていうのが見られます。まあ、白に近いほどたくさん書いてると。で、こんな感じでですね、一つ一つ、こう、ドローコール別に、こう、表示していって、これでオーバードロー何回あったかっていうのが見られるようになっています。これ多分岩がこう形状的に重なるようになっていて何回も書かれちゃうような形状で、実は1ドローコールだけどオーバードローが内部的に発生しているっていうことが多分これで見られるということなんでしょうね。こんな感じでオーバードロー意外と多いぞという感じのがわかります。あくまでもこれ GPU 側から見た話になるんで、多分こういう感じで、想定以上に1回しか書いてないのにオーバードロー何回みたいな感じで、1メッシュしか書いてないのにっていうのになると思います。次に、シェーダーですね。画面別にどういうシェーダー書いていたか。これもフレームバッファー別に出るんで、一番メインのターゲット、今回14ですね。14で見ていきたいと思います。で、シェーダー別にどのシェーダーで、どのピクセルが塗られたかっていうのが色別に分かれるので、で、122番ということで、この122番をこう探していって、シェーダーで並び替えをしました。はい、こんな感じで、はい、このシェーダーが一番実行されてるという感じで、フラグメントのシェーダーがいろいろ見られたという感じです。はい、で、ダブルクリックすればこんな感じでシェーダーも見られますし、
そしてヒストグラムですね。このフレームバッファーについてどのシェーダーで一番塗ってましたよということをこんな感じでヒストグラムに出してくれるようになっています。まあ何ピクセル塗ったかってことですね。こんな感じでわかるようになっています。そして、最後にフラグメントシェーダーの詳細が見られるというお話をさせていただきましたが、こちらを見ていきたいと思います。で、これはですね、ちょっと、フレームバッファー、また14番をちょっと探していきますかね。ちょっとなんか、更新されないことがあるっぽくって、これは何でしょうね、ちょっとわからないですけど。はい。で、こんな感じでですね、見られるようになっていて、で、フラグメンツというところが何も出てなかったと思うんですけど、この辺が、詳細が出るようになってます。フラグメンツどんだけのピクセルシェーダーそこ実行したかっていうところと、トータルのサイクル数、あと、サイクルのパーセンテージ、あと1シェーダーあたりのサイクル、1ピクセル塗るあたりのサイクルっていうのがあるんで、これまあ思い別と考えてください。これのランキングと、フラグメントのランキングが出てくるので、この掛け算がトータルサイクルになってきます。なんでめちゃくちゃ大きいんですけど、あんまり塗ってないシェーダーはそんなに気にしなくてよくって、どちらかというとサイクルとフラグメンツの掛け算が多い、こいつは問題だよねと。で、これなんとかできると、さらに GPU の負荷下がりますよということがわかると。そういう感じになっています。そんな感じで、グラフィックスアナライザーを使うと、オーバードローがどんだけあったかとか、どのシェーダーが実際のところどんだけのサイクルを使用してたかというすごい細かい情報が見られるという風になっています。そして、マリオフラインコンパイラーの紹介をしたいと思います。マリオフラインコンパイラーは、コンソール CUI のプログラムで、シェーダーを渡すとどのぐらい重いのかというのを解析して結果を表示してくれるツールになっています。そして、マリオフラインコンパイラーを使用するときには注意が必要です。Unity のシェーダーをそのまま渡すことはできません。なぜなら、Unity のシェーダーはシェーダーバリアントによって複数のシェーダープログラムを内包した形になっていて、そのまま渡すことができないとか、そういった理由があります。ですので、図のような形で、Unity のシェーダーから一部切り出された情報を Mario フラインコンパイラーに渡す必要があります。では、どうしたらいいのでしょうか？それはですね、シェーダーのインスペクターのところから、コンパイル&ショーコードというのでですね、GLES3 もしくは Vulkan に設定していただいて、生のシェーダーコードを書き出す必要があります。そして、書き出した生のコードの一部をですね、別ファイル名に保存して、で、その保存したファイルをマリオフラインコンパイラーのプログラムに読ませると、詳細がわかるというものになっています。それでは実際にコンパイラー&ショーコードして出てきたこのソースの解析をしてみましょう。Unity のシェーダーにはサブシェーダーとかパスといった形で複数のパスをかけるようになっていたりとかですね。あとシェーダーバリアントでキーワード定義をして別々のシェーダーをかけるようになっています。この辺を分割して見たいところだけまず取ってくる必要があります。このような感じでパス名とかキーワードとかを見てそこの該当するソースを見つけてくると。いう風になります。そして、該当するコードが見つかったら、バーテックスシェーダーとフラグメントシェーダー、二つあると思うんですけど、バーテックスシェーダーのところを見たいんであれば、シャープ if バーテックスというところで囲まれた部分をコピーしてきて、別ファイルに書き出します。もし、フラグメントシェーダーを見たいのであれば、シャープ if フラグメントとなっている部分を持ってきてコピーして別ファイルに書き出します。そして書き出した別ファイル名ありますね。こちらをマリオフラインコンパイラーにかけることによって初めてデータが見られるようになります。では実際にかけてみましょう。はい。
ということでコマンドラインで叩いて実行してみました。おや、エラーが出ましたね。こちら内容を見ると、バージョン 300ES と書いてあって、こちらが原因になっています。先ほどコピペしてきて持ってきたところを一部訂正する必要があります。それが、行頭のところにある300ES と書いてあるのを 310ES にすることによって、このエラーは回避できます。それではもう一回かけてみましょう。はい、というわけでいろいろ出てきましたね。まず、ハードウェアというのが出てきました。こちらはですね、どのハードウェアを対象にしたらこのぐらいですよというふうになっています。これはですね、ハードウェアによって内部のアーキテクチャが違うため、異なる可能性があるため、このようになっています。このハードウェアの部分、対象とするハードウェアを引数で指定することも可能です。このような形で指定します。そして、バーテックスシェーダー限定なのですが、ポジションバリアント、バーリングバリアントと2つの結果が出てきます。ポジションバリアントというのは、ポジション、本当に頂点の位置だけ計算するシェーダーで、バーリングバリアントというのは、頂点の位置以外の部分を計算する部分になっています。例えば、頂点シェーダーで何か波みたいな感じで動かしていると、ポジションバリアントは大きくなりますが、そうでない限りは基本的には同じコストになります。ですので、ここではバーリングバリアントに注目していきたいと思います。で、次ですね、レジスターをどれだけ使うかとかですね、いろいろと出てきますが、ここで重要なのは16ビットアリスメティックという数字です。この数値が高ければ高いほど、より効率のよく動くシェーダーだということです。そして、シェーダーのサイクルの情報ですね。まあ、これは小さければ小さいほどいいと、そういう数字になっています。そして、シェーダープロパティーズ。ここでは、どのようなシェーダー属性を持っているかということが出てきます。そして一番大事なのは、ここは、ハズユニフォームコンピュテーションというところです。ユニフォームで渡されたところに対して計算がかかっていますが、これ GPU じゃなくて CPU 側でも計算ができますよという時にここ True になります。ですので、GPU 的にはここ True じゃなくて False の方が都合がいいというところなんですけども、まあ一概にじゃあ False にすればいいという話ではなく CPU と GPU のバランスになってくると思いますので、ここは難しいところだと思います。このような感じでシェーダーをコンパイルすることができます。おそらくほとんどの人が見るであろう数値の指標としては、サイクルの数字が大きいかどうかというところですね。ここを見ていただいて、このシェーダーは結構重いなとか、このシェーダーはそこそこ軽いなという形でやっていくというのがおそらく一番大きい、わかりやすい使い方なんじゃないかなと思います。ここまでマリオフラインコンパイラーの流れを紹介してきましたが、この作業とてもめんどくさいと思いませんか？はい、私はとてもめんどくさいと思います。まず、該当するキーワードとかパスを見つけてきてとかとてもめんどくさいですし、まず、フレームデバッカーで見て、どのキーワードでどのシェーダーで今書いているのかっていうところまで意識しながらいろいろやっていかなきゃいけないので、大変めんどくさいです。フレームデバッカーで今書いているここ、このシェーダーがどのぐらいのサイクルか分かればいいんだけどなぁと思いました。なので、私実験的にこんなのを作ってみました。シェーダーの、コンパイルだったりとかそういったところを自動化し、かつパスとかですね、そういったのも自動で検索してきて、それで解析した結果をこのような感じで、フレームデバッカーと合っているところですね。今フレームデバッカーで選択しているところに対して自動的にやってくれる。そんなツールを、試しに作ってみました。まだまだちょっとハードウェアの指定だったりとかいろいろと悩ましいところがあって実験中なんですけど、こんな感じでやっています。はい。ということで、マリオフラインコンパイラーを使うと、シェーダーの重さを事前に測れる。ということがお分かりいただけたかと思います。
今回紹介した ARM モバイルスタジオをはじめとしたいろいろなところですが、ARM 社と Unity、両者協力してモバイルのゲームをもっと良くしていこうという取り組みをしていて、こういったサイトを公開しています。概要欄にリンクを貼りますので、そちらをご参考にしてください。またですね、さらにちょっと細かいところで言うと、今回、実はですねチュートリアルもありまして、どういった形で ARM モバイルスタジオを使ってやっていけばよいのかという詳しいステップのところをチュートリアルで用意してますので、こちらもぜひですね参考にしてみてください。そのような形でARM モバイルスタジオを紹介してきました。実は今回紹介するにあたって OpenGLES でずっとキャプチャーしていたんですが、これには理由があります。バルカンも試していたんですが、バルカンの方が取れる情報が少なかったりとかですね、バルカンの方がちょっとオーバーヘッドが大きかったっていうところもあって、今回は OpenGLES のアプリにしています。今後は、バルカンについて改善されていくと良いなと思っています。このような感じで ARM モバイルスタジオを使ってパフォーマンスの詳細取れますので、こういった感じで皆さんの最適化に役に立てればなと思って今回ステーションをしました。最後におまけを用意しています。おまけでは ARM の GPU の乗った Android 端末をお持ちでない方のための向けのコンテンツになっています。もちろん ARM の GPU が載っている端末でも使えるコンテンツです。それではおまけをご覧ください。ギャピットは Google の出したグラフィックスのデバッカー用のツールです。マイルストーンとしてパフォーマンス、 GPU の処理負荷も測ることができるようにというのを聞いているんですが、現バージョンでは確認できませんでした。このような形で、端末を接続してアプリケーションを選択すると、またこれも勝手にアプリ側が立ち上がって、いろいろなデータが収集されるというものになっています。少し早回ししますね。アプリケーションが立ち上がりました。そしてキャプチャーのスタートを押します。そしてスタートしてストップするまでは何も見られません。で、オープントレースすると、いろいろなその時の状況が確認が後でできるようになっています。ここも少し時間かかるので早回しします。出てきましたね。はい。で、ギャピットの面白いところは、フレーム、キャプチャーしたそのフレームだけ見るという形ではなくて、いろんなフレームを幅広く見ることができるということです。なので一瞬画面がちらついたみたいな時に何が起きたかっていうのを測るのにはすごくいいツールだと思います。当然ですがメモリに載っているテクスチャーとですね、ドローコールを選択することで、どういうメッシュを書いていったのかというのが見ることができるようになっています。フレームバッファーを選ぶと、描画がですね、ちょっとずつ書いていかれる様子というのが分かっていきます。で、その時にメモリに載っていたテクスチャーも見ることできますし、こんな感じで、どのジオメトリ書こうとした瞬間だったのかということも見ることができます。そのような形でギャピットを使うことでグラフィックスに関する調査ができるようになっています。レンダードックでは左下のところでターゲットの端末ですね、 Android を選びます。 Windows を対象にすることもできますし、 Android を対象にすることもできるので、こういう風になっています。で、 Android に設定すると裏でいろいろな処理をしてくれて、 Android 側でいろいろなことをやってくれます。で、こちら立ち上がるとどのアプリケーションを立ち上げるべきかっていうのを選択する必要があるんで、ここでローンチアプリケーションのところでアプリを選択します。で、今回選択するのはこちらと。で、ローンチすると、アプリが自動的に立ち上がります。はい。
で、立ち上がりましたね。で、ここで、キャプチャーフレームというのを押すと、自動的にそのキャプチャー取れて、で、その選択すると、裏でいろいろなデータをいろいろと引っ張ってきてくれてます。なんで、ちょっとお待ちください。はい、このような感じで、取れるようになりましたと。で、上の方で、ドローコールいろいろ見ていって、その時にどういう状況になっていたのか。で、インプットとアウトプットを選べて、インプットはどういうテクスチャーインプットされたのか。で、アウトプットはどういう結果がアウトプットされたのか。そして、当然ながらメッシュを見ることもできますし、そのメッシュをどういう形でバーテックシェーダーがアウトしたかっていうことも確認することができます。はい。で、インプットテクスチャーとかも見ることができるんで、大変扱いやすいツールになっています。で、こんな感じでドローコール変えたら、ちゃんといろいろと変わっていくというものですね。今回この金槌書いてるところですと。そんな感じでレンダードックでいろいろな詳しい、描画に関することを見ることができます。はい。というわけでおまけも参りましたので、今回のステーションは終了となります。ご清聴ありがとうございました。